はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ15ファンタジーゲーマーと16シミュレーションゲーマーです。はい、ということでレベルアップライダーシリーズのブレイブを50にするファンタジーゲーマー、そしてスナイプをレベル50にするシミュレーションゲーマー出ましたので、それぞれ開けていきましょう。はい、おっと、バラバラになってた。あ、これは50用の、あ、ベルトだね。うん、なるほど。はい、こちらがレベルアップライダーシリーズ15のファンタジーゲーマーですね。はい、これもう魔王なんだよね、確かね。うん、でこの子自体がバグスと召喚できるね。そう、すごいやつですけども、これがブレイブと合体するわけですね。はい、じゃあやってみようか。うん、まずはこのマント部分を取り外す。はい、パチンとね。で、マスクのところはこれね、横に一回してじゃないと上に上がらないんだね。そうで、縦に戻してマスク、この状態でこの魔王の手の部分が後ろに行くと、こうね。でこれで合体準備 OK で、ブレイブのこの肩のところに溝があるので装填して、で、でこの腰の部分にバリアがあるから、そこに差し込むと、差し込む、反対側、反対側も同じように。そしたらこういう風になるんだよね。これだけで結構かっこいいんだけど、さらにこのマント、これを開くで、こうそうだね。うん、でこの部分に突起があるので、これを後ろの穴に差し込む。これはなかなか難しいんだよね。はい、こんな感じでマントつけられました。そしたら最後にこのベルトだね、うん、ベルトを外します。はい、レベル50用のベルトに変えて、はい、これでファンタジーゲームはレベル50の完成ですね。はい、これすごくいいね。うん、腰部分がしっかりはまってるから、うん、今までのゲーマーの中で一番この接着性がいい。そう、取れないし、うん、素晴らしい。でなんか形もすごくいいしね、ごっつくなってブレイブかっこよくなりました。はい、いいねこれ。はい、続いてこちらが16のシミュレーションゲーマーですね。はい、これはもう完全に戦艦だね。うん、空母になってます。上に飛行機止まってるもん。うんうん、これはスナイプに合体ですね。そうだね。ではまずはこのシミュレーションゲーマーのこの上をバチコーンと飛んだね。うん、バチコーン、これを裏返して、はい、このマスクを上げて、はい、これも完成ですね。そうだね、ちょっとだけずらしが必要だけどね。うん、スナイプの方は、うん、このマントをブジュッと取って、はい、これを上に差し込むと。そう、この時このなんか縦紙みたいなの上げないよね。上げない、今回は。今回上げない。これもう大体完成だね。ちょっとだけ横にしてね。でこの残った戦艦の上部分、これをパカッと外して、うん、上下反対側にして、腕にはめる。この腕のこの丸い部分にセット、反対側もセット。はい、それで最後にこのドライバーをまたプチッと抜き取って、レベル50用のドライバーを、はい、これでスナイプのレベル50が完成だね。うん、あの激しと同じようなこのゴツゴツ感、すごいよ、ね、戦艦がそのまま体にくっついてる感じがどういいよね。うん、でこの辺からドドドドドドってこう攻撃するわけだね。必殺技はこれ全部のこの銃が獲物を狙ってそのままバーン、そうだね、ドーっていくよね。うん、なかなかいい感じじゃん。うん、うん、ファンタジーゲーマーと同じように結構しっくりくる。うん、そう。はい、それでは久しぶりに変身対決やっていきたいと思いますね。レベルアップ対決か。うん、前ね、あのゴーストの時はゴーストチェンジ対決ってよくやってましたけど、うん、今回はレベルアップ対決だね。はい、うん、スナイプレベル2からレベル50へアップしてください。はい、これ回した瞬間からもう変身始めていいですか。うん、いきますよ、せーの。間に合いませんでしたね。体ははまった。うん、あとは手だけだった。うん、そうか、体見ちゃう。今ボカボカだな結果オーバーしました。まあね、うん、どっちかっていうとこっちの方が簡単なんだよ、うん、本当を言うとね。うん、パパももうちょっとこう待機を待ってた方が良かったかな。うん、そうだねそうですか。じゃあ今度は、はい、できました。
入ってきましたね。わあかっこいい。はい、では今度は私がやりたいと思います。タドルファンタジーはもうこれ相当難しいから。うん。大気温できたらすごいよ、ね。大気温長めにお願いします。お願いします。オッケー。います。はい。早いな。約束が違う。大気温だよ。あ、そっか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 。あ、もうもう。ハマってないです。マントがちょっとつけられない。長めにしよう、体験は。そうだね、うん、うん、体はねくっついたんだけど、マントがねこうくっつかないんだ、うん、くっつきました。はい、まあ、エンジンくらいね、早かったかな、うん。ちゃんとこの術式じゃない、このなんだろう、バグスター設置を開始するっていう状態でずっとやってたよ。あ、そうだったんだ。そうだよ、ずっとそのままだった。そうだよ。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ15ファンタジーゲーマーと16シミュレーションゲーマーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったんだとか気に入ったと思った方はですね、いいねボタンお願いします、はい、そしてお友達にも教えてあげてください、はい、チャンネル登録もよろしくね、うん、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。